1週間カレー生活3日目です。3日目のメニューは、まず1品目がカレースープ。材料がちょっと多いので動画の時間がちょっと長くなってしまうので材料を切った状態から紹介します。まず、キャベツ、じゃがいも、ウインナー、人参です。これを今こっちでお湯を沸かしているので、入れてっちゃいます。あ、カレースープってポトフみたいな感じだよね。ある程度火が通るまで待ちます。火が通ってきたので味付けをします。まずコンソメの分量です。1ぐらい。めっちゃカレーの匂いします。美味しいのかな。初めて作る。で、ちょこっとだけお塩刺して、ここまでかな。出来上がったので盛り付けていきます。カレースープ出来上がりです。スロースターター。2品目は、カレーグラタンを作ろうと思います。ドリアにしようと思ったんだけど旦那がドリア嫌いなのでグラタンです。でこれも野菜を切ったので紹介します。ナスとジャガイモと人参と玉ねぎ、あとは豚肉、これももスライスです。と、あらかじめ茹でておいたマカロニでやっていきます。まず鍋に油をひきます。先にお肉を焼きます。グツグツしていきます。先に野菜入れちゃおうかな。
が多いので、なんかゆっくり料理もしてられないし、バタバタなんですよね、いつも。じゃがいもも入れちゃうかな。沸騰したので、残りの材料も入れます。普段は、これの倍以上かな作ってます。土鍋、大きい土鍋ぐらいの大きさの鍋でカレー作ってます。でまたグツグツ待ちます。はい、一旦火を止めてカレー粉を入れていきます。これはもうこっちの、我が家はいつも、ジャワカレーとバーモントカレーをミックスで入れてます。入れていきます。いつもこの量作んないからね、ルーの量が2個ぐらいかな。はい、耐熱皿、グラタン皿、ちょっとちっちゃいんですけど、で、マカロニ、くっついちゃってる、バターでやるのそれか、マカロニの、主人はマカロニが大好きです。カレーを乗っけていきます。はい、盛ったのでチーズを乗せていきます。チーズ大好きだからね。いっぱい乗せてあげたいね。はい、次にパン粉を軽くまぶしておきます。粗いやつ、なんか細かいやつの方が良かったのかな。はい、こんな感じで、今から250度で、7、8分ぐらい焼いていきます。ちょっと焼いてる間に私気づいたことがありまして、なんか罰ゲーム旦那だけなはずなのに、なんか私は子供たちも1週間カレー生活をしているような気がしなくもないんですけど、っていうお話です。焼き上がりました。ここでパセリ、振って焼き上がりです。よいしょ、こんな感じです。グラタン完成。せーの、チャンネル登録。